吐き捨てられても仕方ないね。君一人だけ相手してるわけじゃない。重ね合うたび癖になる。今夜の君も素敵だよ。だけど僕のこと本気にはしないで。僕も男だからやることはやるけど、君にとっても都合がいいんじゃない。心の隙間埋められた気になれるでしょう。会いたいねって連絡をいつだって気まぐれ。誰と抱き合ってもやっぱ満たされはしない。もうマジなトーンで迫られても初めから分かっていたでしょう。需要と供給のバランス保つのも体力がいるんだよ。だから君だけの僕にはできないな。いわゆる彼氏彼女らしいことはするけど、すっと通るような虚しさを感じること。いつこの愛なくしてから味気ないな。時々思い出すんだ。しないで。いわゆる彼氏彼女らしいことはするけど、弱さ見せ合って互いを思い合って心も休まって、それが本当の愛情っていうのかな。とて今の僕にわからない話だろうけど、oh.